しようぜ。おはよう、都。私の名前は屋敷光ぐ。築24年の家に住む独居老人だ。69歳になる今、この家のせいで苦しい生活を強いられるとは思わなかった。はあ、また雨漏りしてる。でも修理する金もないしな。私の住んでいる家は2階建ての 4LDK。 昔は妻と2人の息子たちと一緒に暮らしていた。妻とは10年前に死別。その頃には息子たちも大学を卒業して一人暮らしを始めていた。以来私はずっと一人でここに住んでいる。え？どうして苦しそうな生活をしているのかだって？ローンだよ。この家のローンのせいだ。この家の価格は土地も込みで5000万ほどだった。ローンの返済は1月で9万ほど。年金暮らしになって支払うのが一気に苦しくなったな。私の年金は月に18万ほど。その半分をローンに持っていかれちゃうんだから。貯金はあるが、いざという時のために取っておきたいしな。でも最近は貯金を下ろすことも多くなった。情けない限りだ。私のローンの支払いはあと11年ある。つまり完済するのは80歳ということだ。どうしてそうなったかって、私が晩婚だったのが災いしたのかな。私と美代子が結婚したのは30代の頃。その頃日本はバブル真っ只中で、新居を購入するのは当たり前だった。幸い私は安定した収入の見込める会社に勤め、頭金を貯めることができた。美代子もパートに出て家計を支えてくれた。やっぱり赤ちゃんってお金かかるわね。だな。これから養育費もかかるし、少しでも貯めておかないと。でも子供が生まれればその分金はかかる。私たちは子供たちがある程度成長してから家を買うことにした。そして45歳の時に頭金を払い、この家を購入したのだが。あなた、35年ローンなんて平気なの？いざっていう時は退職金もあるし、それで残りのローンは払えばいいよ。でも足りるかしら。けれど私の見通しは甘かった。45歳から5000万の家を35年ローンで組むと、1月約11万9000円の支払いが生じる。それが約420ヶ月続くのだ。ローンは年収の7倍から10倍程度まで借りられるが、年収600万の私にとって5000万は高い買い物だ。購入金額の 20% を払うと住宅ローンの審査には通りやすくなる。なので家の購入時には頭金を1000万用意した。だがこれで貯金のほとんどを使ってしまったのだ。それでも月の支払いは8万ある。当時は俺も妻も働いていたからなんとかなっていたが、結局見込みが甘くて子供たちの進学費用に蓄えは全部使ってしまった。退職金はそのまま老後の資金になっちまったよな。でもその退職金もどこまで持つか。少しでも生活を良くしたいと、私は週に3度ほど飲食店の清掃アルバイトもしている。時給は1100円で、時間は3時間ほど。月収にすると4万ほどの収入だ。腰が痛むな。もっと働きたいと思うが、最近は体も思うように動かない。本当に年を取るって嫌なもんだ。これでも昔は若かったし、もっと稼いでた。いってらっしゃい、あなた。それに継ぐ鬼、胸をも。ああ、行ってくるよ。行ってきます。行ってきます。我が家から妻が俺たちを送り出してくれて、息子たちと一緒にバスに揺られて職場に行く。当たり前の光景が今は懐かしい。あの頃はこの家もピカピカだったのにな。今じゃ雨漏りもしてるボロ屋敷になっちまった。やっぱりこの家を買っちまったのが間違いだったのかな。なあ美代子、どう思う？妻からの返事はない。
当たり前だと分かっていても、この瞬間が妙に寂しい。私はこの家のローン返済に追われて、あと何年過ごすことになる。ずっと一人でここに住みながら。それでも私はこの家から離れられない。林道、今年は綺麗に咲くといいな。庭には妻が植えた大切な花が残っている。ほとんど枯れてしまったが、この林道だけは残ってくれた。それにこの柱も、あいつらが成長した証だ。柱につけた傷は、息子たちが身長が伸びるたびに記念につけたもの。小学校高学年に上がる頃にはしなくなった。でも息子たちが小さな頃は、背が高くなるたびに家族全員で喜んだものだ。このキッチンだって、美代子が家族のために料理を作ってくれた場所。今は俺が簡単な飯を作るだけだけどな。美代子の味噌汁が飲みたい。美代子がずっと生きてれば、こんなに寂しい思いもしなくて済んだのにな。だからこそ、私はこの家から余計に離れがたいのだ。80歳まで頑張って働いて生きれば、ローンは完済できる。そうすれば、堂々とこの家に住めるのだから。そう思っていたはずだったんだが。ヨシキさん、大丈夫ですか？ちょっとめまいがするだけです。大丈夫です。おかしいな。なんだか、体がふわふわする。ちょっと、屋敷さん！屋敷さん！そのまま私は気を失い、病院に運ばれたそうだ。そして気がつくと、あれ、つぐおと胸は、どうしてここに？親父が倒れたって聞いて、急いで飛んできたんだよ。医者の診断じゃ、過労が原因だってさ。過労？それに軽い栄養失調状態だってさ。ちゃんと食ってるのか？それは…父さんを一人きりにした俺たちも悪いけどさ、もうその年で働きながら暮らすのは無理なんじゃないか？バカを言うな。生涯現役で頑張ってる人だっているんだぞ。でも親父は今の場合働けるの？今だってぶっ倒れて周りの人に迷惑かけてるのに。それは…でもまだ家のローンが残っているんだ。あれを完済しないことには。それなら大丈夫。あの家、都市部に近いだろ。査定サイトで無料の見積もり依頼したら、土地がかなりの高値で売れることが分かったんだ。俺たちも少しなら金を出せるし、家を壊して土地を売ればローンだってなんとかなる。親父は俺か都合兄さんかのどっちかの家で同居すればいいよ。でも嫁さんたちが。大丈夫、そこはちゃんと説得するから。父さんが来れば年金の一部が生活費になるから、生活が楽になるとでも言っておくよ。お前たち、息子たちの行為は嬉しい。だが少し考えさせてくれ。あの家には思い出がありすぎる。すぐになんて壊せないよ。お前たちが残していった教科書や机だってそのまま残ってるんだ。それに母さんがずっと使ってた鏡台に、大切にしてた庭に。父さん、気持ちはわかるけど、いつまでもそのままにはできないよ。俺たちだって、俺たちの家庭がある。もうあの家には帰れないんだ。わかってるよ。だから少しだけ時間をくれ。それからしばらく私は家でぼーっとしていた。アルバムもだいぶ基盤できたな。今はみんなスマホに保存できるから、こういう風に残すことも少ないし、どこの家も押し入れはいつもアルバムまみれ。それが普通の光景だったのにな。時代も変わったし、子供たちも大人になった。ここにしがみついているのは私だけだ。それから私は少しずつ家のものを片付け始めた。
胸男が図工の時間に私に作ってくれた湯飲みじゃないか。こんなところにあったのか。でも持っていけないからな。美代子の茶碗ももう捨てないと。持っていけるものは少ないな。でもせめて一つぐらいは。林道につぼみがついてる。去年は全然花もつかなかったのにな。お前、私と一緒に引っ越しするか？庭じゃなくて狭い植木鉢で我慢してもらうことになるけど、いいところだぞ。そして引っ越しの日。父さん、それ。ああ、母さんが庭に植えた林道だよ。こいつだけは持って行きたくてね。すごい、まだ残ってたんだ。ああ、去年はすっごく弱ってたのに、今年はつぼみもつけてる。だから鉢に植えても大丈夫だと思ってね。そっか、一つぐらい思い出を持って行ってもいいよな。ああ、ほとんど整理して捨てちまったからな。父さん。なんだ？俺たちのためにこの家を建ててくれたんだよね。ああ、そしてこの家は俺たちのためにずっとここにあった。感謝しないとな。うん、ずっと俺たちを支えてくれてありがとう。ここで過ごしたことは忘れないよ。長い間ありがとう。そして数日後、あの家の取り壊しが始まった。跡地には新居ができるそうだ。もうあそこからは何もなくなる。でもお前が残してくれたものはここにあるからな、美代子。ほら、今年は綺麗に咲いたよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。